中部川はアルゼンチン南部のパタゴニアを流れる川。アンデス山脈の山麓に橋を発して西から東に流れ、中部州の州とラウソン付近で大西洋に注ぐ。全長は約810キロメートルである。水深は浅く、水量は寒気と雨気で4立方メートル秒マイナス30立方メートル秒と大きく変動する。しばしば起こる洪水が、 流域に日沃れ農業にとって重要な土地を形成した。川はマス釣りの行き先として人気がある。19世紀、ウェールズ人入植者が現在のチュブ州域に到着し、チュブ川の谷にワイワラットファという入植地を築いた。チュブ州の町の名称の多くはウェールズ語に由来し、多くの町にはウェールズ語やウェールズ風のティーハウスが見られる。 ドラゴンやトレレウがその典型である。川の名称はテウエルチェ語で透明なを意味するチュパという単語に由来しており、流域のチュブ州の名称はチュブ川に由来している。チュブ州に多く住むウェールズ人入植者はチュブ川をアブン・キャンビーと呼んだ。パタゴニア北部の主要河川を示した図。最下部にあるのがチュブ川である。ラウソンを過ぎて大西洋に注いでいる。 ュブ川の本流は、リオネグロ州、カレラスに起源があり、その流域は、リオネグロ州、サン、カルロスでバリローチェとチュブ州、エスケルの間の西部アンデス山麓の広大な領域をカバーしている。北西から南東方向に流れてきたュブ川は、パソデインディオス付近で西から東方向に流れを変え、ラスプルマスを通過する。最も大きな支流は、チコ川。 多くの支流が集まり、ピエドラ・パラーダの小規模な街を通って、東に流れ、パソデル・サポを通過すると南東に向きを変える。高速道路25号線に出会い、再び東に向きを変える。下流で、流域最大の都市トレレウやチュブ州トラウソンを通り、エンガーニョ湾で大西洋に注いでいる。トレレウの西約1 2 0トルの地点には、古生物学者のフロレンティーノ・アメギノにちなんで、 名付けられた、包み町長,長255メートルのコンクリートダムが川をせき止めている。このダムは、アントニオ・ドミンゴ・プロンサートが1943年に設計を行い、1963年4月19日に稼働が開始された。人造庫の表面積は70平方キロメートルであり、包み高56メートルで150立方メートル。 病の水流が三つのタービンを回す。ヒポトルンカード、カレータ、オリビア、コモドーロリバダビアやチュブダニの下流域に電気を供給している。ありがとうございます。